よっしゃー、俺が一番だ。よくやったな、一号。で、一体何を選ぶのだ。シンプルだ。シンプルを選ぶぜ。ほう、それはちょうどよかった。つい今しがた完成したとこでな。ピッチー、衣装できたよ。なんだこれは。見ればわかるだろう。現世のウェディングドレスだ、イチゴ。見りゃわかる。じゃなくて、このドレスのどこがシンプルなのかと聞いてんだよ、俺は。あら、ウェディングドレスにしてはすごくシンプルよね。詐欺だ。何を言う。コサージュも小物もついていない純白のウェディングドレスなのだぞ。じゃなくてだな、ウェディングドレスだってことがまずありえねえって言ってんだよ。ひどいよ、イッチー。イッチーのためにみんな頑張って作ってくれたんだよ。関係ねえよ、絶対着てやるもんか。はあ、悪い子だね、イッチーは。言うこと聞かない子にはお仕置きだよ。え？一瞬で型をつけてやるぜ。3、2、1、ファイト。ここで笑っては。あんたも笑ってるじゃない。こんな屈辱初めてだぜ。照れんじゃねえよ、奴らの思うツボだろうが。もっと堂々としてやがる。何気に楽しんでない、アバライ君。頼む、早く終わってくれ。恥ずかしい。この写真集のタイトルはね、副隊長プラスワンの恥ずかしい日常。